広島市の原爆ドーム建ててから100年になる広島県広島市の原爆ドームは大正4年1915年4月5日に広島県のものを紹介するために建てた建物でした日本が戦争をしていた昭和20年1945年 8月6日、アメリカが広島市に原爆を落としました。このため、建物は丸い屋根の一部と壁の一部だけになってしまいました。建物は原爆ドームと呼ばれて、平成8年1996年に世界遺産になりました。原爆の恐ろしさを みんなに伝えています。原爆ドームの建物ができてちょうど100年になった5日も大勢の人たちが来て写真を撮ったり説明を読んだりしていました。しかし原爆ドームは古くなったため弱いところを強くする工事が必要です。広島市は 今の形のままで工事をするやり方を考えています。